ジョージ・ミラーは、オーストラリアのプロデューサー、映画監督、脚本家。弟のビル・ミラーも、ベイブなどの制作で知られる映画プロデューサーである。父方のドイツ人と母方のギリシャ人の家系の子として、オーストラリア・クイーンズランド州ブリスベンで生まれる。医者を志して、医科大学に進学。学生時代に短編映画を制作し、映画コンクールに出品したところグランプリを、 獲得したのがきっかけで、テレビと映画界で働くようになった。短編を数本制作した後、1979年の映画マッドマックスで、監督、脚本を担当し、長編映画デビュー。マッドマックスは、後にシリーズ化され、世界的に大ヒットし注目される存在となる。マッドマックス以降は、映画監督以外にもテレビドラマや映画のプロデューサー、 脚本家として幅広く活動しており、総合的なプロデューサーとしての役回りが多い。2006年のハッピーフィートのヒットを受けて、長い間制作が中断されていたと言われる、マッドマックスシリーズの4作目、マッドマックスイカリのデスロードの制作に取りかかる、用意がある旨のコメントを発表しており、2012年から天候の影響で撮影中断されていた、 オーストラリアのブロークンヒルから撮影地をアフリカのナミビアに移して撮影することとなった。また、5作目である続編、マッドマックス・ザ・ウェイストランドの制作企画もあり、マッドマックスシリーズは4、5、6と全3部作の制作企画になるという。2008年2月には、ジャスティスリーグの実写映画化の制作に取りかけかかろうとしていたが、映画脚本からがストライキを起こし、 撮影に支障ができ、2010年公開を予定していたが間に合わないと判断し、制作のキャンセルを余儀なくされた。2012年より長年温めていた、マッドマックスシリーズ4作目、マッドマックスイカリのデスロードの撮影にようやく突入。約1年近くの歳月を費やし、完成した作品は2015年に公開。映画は大ヒットし、 第88回アカデミー賞で最多受賞を成し遂げた2016年第69回カンヌ国際映画祭の審査委員長を務めるテレビ映画映画ありがとうございます